阿部監督と桑田二軍監督がなんかやり方が正反対すぎるというふうな報道ニュース出てるけど、実際のところマジでどうなんやろ。選手にとってほんまにいいんかな。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、このチャンネルはですね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。はい、まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今年中にですね、チャンネル登録者数1万人というふうに言ってたんですけども、1万人皆様のおかげで達成いたしましたので、ね、少しね、目標を下方修正いたしまして、年内12月31日までにね、チャンネル登録者数1万5000人をね、目指していきたいというふうに思っておりますので、まだの方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日もやっていこうかなというふうに思ってるんですけども、今日はね、ジャイアンツの阿部一軍監督ねと桑田二軍監督のちょっと考え方の違いについてちょっと今日やっていこうかなというふうに思っておりますと。はい、まずなんでこのテーマを取り上げようかなというふうに思ったかと言いますと、少しね、今ネットであったりとか SNS とかで一軍の監督、まあ阿部さんのやり方と桑田監督の方針がちょっとずれてるんじゃないかとか、正反対すぎるんじゃないかみたいな意見が、ちらほらね、見受けられますので、それについてちょっと今日、元ジャイアンツの選手である僕が、一緒に、皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っております。はい、で今まあ言いましたけども、まずそもそもなんですが、考え方が正反対すぎるんちゃうかと、はい、言われてますと。はい、で、まあ、阿部監督に関してはね、まあ、二軍監督、まあ、二軍監督時代僕、やらして選手と監督という立場で一緒にやらせてもらってますけども、阿部監督はどちらかというと、まあ、昭和の野球とか、なんかスパルタな野球みたいな感じで、まあ、ネットであったりとか記事で、言われることが、ありますと。うん、その理由はですね、まあ僕も実際罰走というかね、走ったことあるんですけども、大学生との試合でね、負けて、走らしたりとかね、すごいきつい、なんかティーバッティング、足広げてやらしたりとか、そういうことを、なんかそのね、よくメディアがこう報じるので、阿部監督イコールスパルタ野球みたいな、昭和の野球みたいなイメージがあると思います。で、桑田、二軍監督に関してはね、まあ、僕はちょっと被ってないというかね、桑田さんとこう、時期を一緒にしてないので、話したことがないので、ちょっとね、性格までにはわからないんですけども、まあ、聞いた話であったりとか、選手から聞いた話であったりとか、記事であったりとか、いろんな情報を、取りますとね、まあ、いわゆる、スパルタの反対ですね。合理的な野球。うん。なんかまあ今いろいろこう改革、桑田改革みたいな感じで打ち出していらっしゃいますけどもね。キャンプの時間をちょっとね、朝は寒いので、遅らせてね、朝はウェイトトレーニングであったりとか、そういうところに費やして暖かくなってから、技術練習に当てたりとかね。試合後のミーティングは、なしとか。なしにして、しっかり試合の後の、ビデオを見て、しっかり頭を整理してから、もう一回ミーティングするみたいな感じの改革であったりとか、まあ、スポーツ医科学を、活用していくみたいなところも含めてね、まあ、いわゆる、まあ、阿部さんが昭和の野球だとすると、桑田さんは、まあ、令和の野球みたいな感じで比喩というかね、こう比較されることが、多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でね、まあ僕の意見を言いますとね、僕は、その、阿部さんにしても、桑田さんにしても、そのやり方にしては、やり方としてはね、僕別にいいんじゃないかなというふうに思ってます。なんでかっていうと、まあ阿部さんはね、まあキャッチャー一筋、まあ野手というところで、ずっと活躍されてた、選手でした。はい。そういうところでね、野手っていうのはやはりこう、バットであったりとか、特に打つときなんかは、道具を使ってね、振ったりとか、するので、
そういうところで言うと、数をね、こなして、その感覚を掴んでいったりとか、そういうところに、必要性を感じているというか、まあ、なんぼ質って言っても、ある程度量がないと、質が上がってこないとかね。僕がやってる時にはよく言われましたけども、迷ったらやれみたいなコメントも、すごくよくおっしゃってて、そういう、意見っていうのは、野手の選手であった阿部監督ならではの、まあ、意見なんじゃないかなっていうふうに思ってるので、そこは僕はね、全然、いいと思ってますと。で、逆に桑田さんはね、野手ではなくてピッチャー。で、ピッチャーっていうのは主に自分の体、のみで勝負するじゃないですか。ボールを持って、自分の体だけ、バットを使って、ボールに力を伝えたりとかいう、そういう道具のところがないですから、どっちかっていうと、体をね、メインに考える、投手というところでやられてきてるので、そういうところを、経てるんでね、体の、コンディションが大事であったりとか、ウェイトトレーニングが大事であったりとか、そういう思考になりやすいかなというかね、うん、というふうに思うので、その、安倍さんと桑田さんの意見っていうのは、真逆、一見すると真逆かもしれないですけども、そういうね、二人が、現役時代とか、どういうポジションを経て、やってきたっていうところを、見つめ直すというかね、考え直せば、おのずとね、そういう考えになるんじゃないかなっていうふうに僕は、考察をしておりますと。うん、なんですけども、まあ、二人ともね、両極端のところにいるというふうに今、僕言いましたけども、実際ね、まあ、当たり前ですけども、ジャイアンツ、巨人を強くしたいという思いは、まあ、同じなわけですよ。うん。やり方は、まあ、両極端とかね、少し違えど、お二人、お二方、ならではのアプローチで、巨人を強くしていこうっていう思いは同じなわけです。で、ここで僕、大事だと思うのが、まあ、いろんな議論あると思うんですよ。で、なんですけども、まあ、実際ほんまに、安倍一軍監督は本当にスパルタなのか、うん、言われてるようなスパルタなのか、っていうところと、じゃあ、桑田監督は実際そうやって合理的な野球って言ってるけど、なんか若手選手に緩いというかね、なんか生ぬるい感じでやってんのかっていうところが結構ね、批判というかコメントがあると思うので、そこについてちょっと考えていきたいと思うんですが、まあ、まず安倍監督にから、話していくと、じゃあ本当にスパルタなの？そもそもスパルタって何なのっていうところから入ってくると思うんですよ。で、皆さんが思うスパルタって、なんかめっちゃきつい練習を長時間やって、なんかもう、いわゆる仕事みたいな、練習を想像されると思うんですが、僕実際安倍監督が二軍監督時代に僕選手としてやってますけども、そんなことは別になくてですね、確かに練習量は少ないか多いかというところで言うと多かったとは思うんですけども、むやみやたらにね、もうなんていうの、疲弊しきってるのに、それでもやれとか、そんな感じではなかったし、安倍監督って、どっちかというと、こう、怖いとか、そういうイメージを、もしかしたら、ファンの方であったりとか、そういうところは持たれてる方いるかもしれないんですけども、僕の印象はね、非常にね、物腰が柔らかいというか、選手の意見を聞いたりとかね、非常にこの、なんて言うんだろう、聞く耳っていうのを非常にね、僕が二軍の時というか、安倍監督が二軍監督の時からそういう風に多分意識してやってらっしゃったと思うので、僕はね、安倍監督がそもそも、なんかスパルタ、いわゆるしごきみたいな、なんかもうずっとやっとけみたいな感じの高校野球みたいな、昔の高校野球みたいな監督ではないと思うんですよ。だから、そもそもなんですけど、まあ、いわゆる、スパルタ野球とかいう風に、表現されてますけども、そもそもそうではないと思ってるんですよ。うん。で、桑田監督は逆にね、こう合理的な野球するってことは、なんか今までと違うから、緩くなるんちゃうかと。ファームの選手がこう、なんかたるんじゃうんちゃうか、みたいな、心配の声もあると思うんですけども、じゃあ逆に言うと、そういうね、練習時間を遅らしたりとか、そういうコンディションのところを気遣ったりとか、ウェイトトレーニングとか、そういうところを、しっかりやるってことは、やはりメリハリがついてると思うんですよ。で、座学のところであったりとか、やはり桑田監督、まあ、いろいろ、インタビューとか聞いてると、頭で分かってないと、やっぱ体って正確に動いてこないよね、とか、っていう風に、考えてらっしゃる方なんで、何でもこう、むやみやたらにやったらいいってわけじゃなくて、メリハリをつけてやっていこうよと。
いうところだと思うんですよ。逆にこう、練習時間を遅らすってことで、練習時間が少し短くなると思うんですけども、逆にその短い、練習時間でね、しっかりみっちりと密度の濃い、練習をやっていこうというところなんで、じゃあ実際緩いのかって言われたら、別に緩くないと思うし、そんだけ、頭の、若手選手がね、考えずにとりあえずがむしゃらやったら上手くなるって思ってるようなところを変えていきたいというふうに思ってらっしゃると思うし、やっぱりね、少し考え方は違うかもしれないですけども、僕はね、そのアプローチの仕方が少し違うだけなのかなっていうふうに思っております。で、ちょっと右側に行きたいと思うんですけども、お二方のね、インタビューであったりとか、言葉、すごくこう、いろいろ調べてね、見てるとね、お二方に共通してるところはね、思考というところで言うと、自分で考えて動ける選手になってほしいっていう思いはめちゃくちゃあるみたいなんですよ。実際これって非常に大事だと思ってて、例えば練習においてで言うと、今自分の課題が何なのか。で、例えば自分の同じポジションの選手であったりとか、ライバルと比べて自分は何が劣ってるのか、逆に自分はどこがストロングポイントなのか、どこをどうしてって、アピールしていくのかっていうところを常にやっぱり客観的に見てね、うん、自分の動きもそうですし、自分の、チームの中の立場も客観的に自分の中でこう考えてやっていくっていうことが非常に、大事になってくると思うんですけども、やはりそのところでね、自分で考えて動ける選手にならないと、そういうところってやっぱり難しいと思うんですよね。で、試合においてもですね、やはり、まあ、いろんな人の考え方あると思います。僕もこういう試合の解説とか、いろいろ発信させていただいてますけども、別に僕の考えが合ってるとか、間違ってるとかではなくて、やはり自分の意見を持つというか、根拠があって、自分の意見があるっていうところが、非常にね、大切なんじゃないかなっていうふうに思ってるので、やはりお二方、安倍さん、桑田さんに共通するのはね、自分で考えて、多分自分で考えて、かっこ、まあ、自分の意見を持って動ける選手になってほしいっていうところだと思うんですよね。そういう選手が一人でも増えていくと、チームの底上げにもつながると思いますし、その選手の、選手寿命が、長くなるというふうに思いますし、そういう選手が、増えるとね、チームも、強くなると。いうふうにお二方、まあ僕もそうですけども考えているというところです。じゃあ、実際、まあ二軍、まあ桑田さんがね、二軍を指揮されてて、まあ先ほど緩くなるんちゃうかとか、練習量が落ちてしまうんちゃうかっていう、懸念ありましたけども、ここをね、ちょっと僕の経験談からお話しさせていただくと、まあ安倍さんのね、監督時代、まあ練習量は多いか少ないでいうか、で言ったら多いというふうに僕言いましたけども、その例えばね、多い練習量を終わった後でも、やはり課題感を持って、課題を持って、自分が克服しないといけないというふうに、危機感であったりとか、そういうふうに思ってる選手は、どんだけきつい練習が あろうとも、やるべきことはちゃんと、やってるし、で、もし、自分の体を見てね、あ、ちょっとこれ疲れてるなとか、ちょっとコンディショニングを優先した方がいいなっていう風に思うんであれば、それはコンディショニングに、重点を置きますし、やはりね、まあ、プロ野球選手って、別にこう、叱ったから、叱って怒ったから上手くなるとか、めちゃくちゃやったから上手くなるっていうわけではないんですけども、やはり自分で考えてたりとか、まあ、みんな大人なんでね、うん。そんなそう、強く言わなくても分かるし、うん。まあ、たまに分からない選手もいるんですけども、やっぱりある程度こう、コーチであったりとか、監督がある程度こうね、ちゃんとした言葉で、伝えれば、やはり人ですし、ある程度野球をやってきて、年も経てるんでね、伝わる、ものですから、むやみやたらにこう、頭ごなしに怒ってっていう、やり方をしなくても、選手は、分かってくれるんで、うん。そういうところで、やはりね、その後でも練習する選手は練習するしと。うん。コンディショニング悪かったらコンディショニング調整するしというところで、この、どんな練習の後でもやる選手はやるというふうに書いてますけども、本当に、そうで、練習量、全体の練習が少なかったとしても、自分で課題感持ってやる選手はやるので、そこはね、僕は、選手を、信頼しても僕はいいんじゃないかなっていう風な意見を持っております。
はい、そんな感じで今日はね、安倍監督と桑田監督の意見の違いとか、方向性の違いみたいなところを見ていきましたけども、僕の結論としては、まあ先ほど言いましたように、まあ安倍監督は野手、からこう上がってきた方。で、桑田さんはピッチャーから上がってきた方っていうところで、少しね、やはりこう、なんて言うんだろう、考え方のアプローチの、違いが少しあるだけで、そこはね、僕は全く問題ないと思うし、2軍が桑田さんで合理的な、感じになるから、練習量が少なくなるとか、2軍の選手が育たなくなる、みたいな議論っていうのは、今、やるには早いと思うし、やはり1年、2年経ってから、桑田監督になってから育ったねとか、育たなかったねっていう議論がされるべきだと思うので、今こうね、こうだからダメとかっていう、結論を出すのはまだ早いのかなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、元ジャイアンツの選手であった僕、小山翔平が、ジャイアンツ情報を中心にね、本当に毎日ね、毎日動画を YouTube にアップロード、しますんでね、ぜひ面白いなと思ってくださった方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。